はい、どうもトワイスです。今回もバイオハザード4やっていきたいと思います。前回は古城の中に侵入して地下牢のなんか強いやつを倒してでちょっとここに今籠城してるところですね。でまあ音楽はあるんですけど、とりあえず敵が襲ってこなくなったので今なんとかここで待機してるところなんですけれども、よし、じゃあ行こうかな。とりあえずアシュリーは残しておいて、外はどうなってんだ。一応見える範囲に敵はいないんですけど、あん、いたね。ちょっと逃げようか。扉はめも辞さない。さあ来るか。まだ来ないか。ほら、よし、仮面か。お前は覚醒しないから楽だな。ただ弾の消費はするんだよなこいつ。さあどうやって戦っていこう。とりあえずはこの辺は安全か。うわ、安全でもなかった。よし、狙え。よし、こういうことができるからね。あ、近い、声が近い。ってことは反対側も多分いますね。ただアシュリーがな、心配っちゃ心配なんですけど。よし、ここ、よし、いけるか。狙え。おーし、これで遠距離から攻撃してくる輩はいなくなったか。バウム。さあ、ろくにアイテム回収できてませんでしたからね。この辺歩き回ってみましょう。で、あ、ちょっと思い出したぞ。ここはあれだ、ライフルが必要だ。リロードしておかなきゃ。どっちにしろ使いますからね。別にハンドガンでもできなくはな。うわー、すげえ少なくなってる。これは死の子の言ってられないな。ショットガンを使わないと。じゃあショットガンをリロードして、ちょっとここからまたアシュリーと協力しながら進まなきゃいけないんでね、行きましょう。自分で回す。まだね、周りの敵はとりあえず排除したからね。よし、さあ、じゃあやっていきましょうか。まずアイテム回収だ。1200円。弾が欲しくなってきたな。そう、ハンドガンの弾を結構無駄打ちはしてないけれども、結構減っちゃいましたからね。この状態からだと、よいしょ、ここにも、おお、救急スプレー、久しぶり。いいでしょう。回復アイテムも十分揃ってきましたね。あとは弾だ、心配なのは。さてと、こっからは、というわけで自衛もしつつアシュリーにクランクを回してもらう、これをやっていかないといけないんですね。Watch out for me. じゃあ行きましょう。まず弾を回収、そして早速あそこにちょっかいを出す輩がいる。ダメでしょう、そういうことしちゃ。どうしようかな。
まあとりあえずハンドガンで自衛もしましょう。で一箇所に集めて、はい、よし、下はとりあえず大丈夫だな。というわけでここは武器変更がすごく世話しなくなりそうだ。はい、そっちは大丈夫だな。ああよし、オッケー。危ないよもう。うわあ、こっちにも来た。まあさっさと排除して、オッケー、倒したね。悲鳴で判断するよそういうのは。うわあ、危ねえ危ねえ危ねえ。はい、おっと、倒してなかった。とりあえず一発ハンドガンで撃っておいてリロードするか。分かってる、リロードを狙われるんだろと。まあとりあえずお前はそこで寝ててくれや。いや、とどめは刺すか。はい、やばい。アシュリーをどこへ連れて行くつもりだ。にゃ、しまった。うわ、ちょっと待て。まずそうだな、まず寝てて。そしたらよし、でこっちだな。しまった、くそー、うまくいかねえ。はい、やらせるか。もうちょっとなんだ、もうちょっと。ほら、よし、これでいいだろう。あとは自衛は大丈夫だな。上も来てないな。とりあえず OK か。やばい、うわ、チキショー。だがお前やばい、もう一発食らうか、仕方がない。いってえな、もう逃げようぜ。もっとさっさと離れときゃよかったな。これはあ、やっぱクランクからか。仕方ないね。じゃあまあ最初にここを弾薬を回収しておいていきますか。じゃあ頼むぜ。了解、全処する。早速あそこに。ふう、どうしようかな。マシンピストルでもいいんだけどな、とりあえずは。うそ、オッケー。ここでショットガンだ。世話しないねやっぱり。まだ生きてたか。まあそんな簡単にくたばるやつらじゃないよな、邪教とは。分かってた、分かってたけどさ、やっぱそれはそれでショックなんだよ俺としても。仕留め損ねたっていうかさ、なんていうかさ、何の話をしているんだ。
よし、これで一つ目 OK か。次はいらっしゃるね。はい、下にもいらっしゃったね。ちょっと自衛するか。大丈夫、構えるだけ。よし、まだ大丈夫だ。よし、OK。とどめ刺しとこう。で、そろそろアシュリーが危ないな。おっ、しまった。まさかね。OK。OK。下からはとりあえず来てないか。こっちからも特に来てない。こっちかな、危険なのは。はい。で、下も特に来てないんだな。外したさあ、前はここで盾持ちが来やがったんだよな。よし、でもどうやら盾持ちは来てないようだ。さっさと逃げよう。よいしょ、よいしょ、よいしょ。多分ここ無限増援でしょう。さっさと進みましょうか。足大丈夫だね。よし、おや、ここは一応音楽がないから休憩ポイントと捉えていいのかな。いろいろと探していきましょうか。お、ショットガンの弾、何もなし。なんだ、ああ、手榴弾、手榴弾、いいね。お、商人さんだ。まあちょっとリロードが中途半端なんで、このまま強化していけばちょうどいい感じですかね。こうやってこうか。いいでしょう。その前になんか宝とかいろいろないかなーなんて。ハンドガンの弾ね。で、これ上になんかあったりした？特にないか？あ、見つけた。ここにスピネル。うん、いいね。こっちとかにもないかな。ないか。まあ多分これぐらいですね。というわけで、お、つぼつぼ。ここにお金が入ってたらね、そりゃね。ハーブ緑。緑ハーブがすごく増えたな。救急スプレーあるから一つぐらい使ってもいいんだけど、今は満タンだ。Welcome. いや、よろしく。Got some rare... お、What are you buying? おー、レッドナインをあげられる。でもその前にだ、マグナム使っちゃったから。あー、でもまだもったいないかな。ライフルか。Is that all, stranger? うわ、もう一段階だ。もう一段階強化できますね。どうしようかな、ショットガンも。Thank you. ちょっとここからお金の使いどころが難しくなってきますね。あー、これは魅力的だな。威力が初期のハンドガンと一緒になるっていう。その前になんか売るか。仮面の宝石はまだ売らないとして、これどうだ。レッドナインもな、強化したいですよね。さっきリロードしてしてないですよね、多分。 OK。 連射速度、どうしようかな。威力迷うとこですね、威力とかは。
迷うな どうしようかな。ライフルとかも威力高めたいんですけれど。どうしよう。マグナムかな。まあ、めったに使わないとはいえね。What are you と buying? りあえずこれでいきますか。特に買うものも今のとこはなしと。Come back anytime. じゃあどうしようかな。今回はここまでといたしましょう。次回はですね、この扉の先、ここからやっていきたいと思います。ここは、まあストーリーにはある意味関係ないところではあるんですけど、一応時間はかかると思うので。ではご視聴ありがとうございました。失礼します。